どうもー、えー、今日は水曜日なんで、えー、ぼやきですね、今週のぼやきということで、えー、また、えー、お酒を飲みたいと思います。まずは、これハイボールで、ティーチャーズのハイボールですね。えー、いただきます。1週間ぶり、えー、5日ぶりというか、えー、週2回のこうお酒のお酒タイムですね。 あまあ、いつものような味ですねちょっとね最近このティーチャーズのそのスモーキーさがね弱く感じるんでね、えー、ラフロイグを飲みたいなというふうに思ってるんですがラフロイグは、えー、4,000円以上するんでですねもうちょっと売り上げが上がらないと買えないというところなんですがまあまあちょっとまあ貯めて4,000円なんでね えー、お酒に4000円、4000円ちょっと、うん、なかなか厳しいですね。まあまあ、無理しち買えますけども、ちょっとまだその贅沢はやめておこうかなと。ティーチャーズだやと1000円なんで、えー、まだティーチャーズで行こうかなというところです。これですね。そして、日本酒がですね、これがまたいいお酒ですよ。こちらです。見えますかね松のつかさですね。松のつかさ。 えー、純米銀醸松のつかさということで、えー、もう結構飲んでるんですけども、えー、これをちょっと今日は飲んでいきたいと思いますまだ明日ぐらいの分ぐらいまで残ってますねこれをいただきますこれもやっぱり松のつかさはじゅもう安定の味ですね安定の味松のつかさこれがいただきます はあ、うんいいですね日本酒やっぱ松のかさはまあ普通に安定して美味しい前松のかさのラックかななんか買ったんですけどあれが1500円ぐらいでこれはね実は2000円近くするですね4号で2000円なかなか贅沢なええー、お酒ですねまあこれ、うん、明日もまたちょっと えー、日本酒を買いに行こうとまあ1本かな1本買いに行こうかなというところですねえー、まあまあで今日のつまみはちょっとあまり用意できなくてですねあったやつですねこれえらっきょとキムチというこうちょっとね寂しい状態ではありますけどまあこれはこれでいいかなというところですでね今週僕がちょっと思って たのはですね、ちょっと体力が、えー、下がってる、うーん体がね、えー、疲れた状態になってるんですね、えー。今週はほんまにそれを感じました。えー、先週ぐらいからちょっとね、こう体力ダウンがちょっと感じられる。で、暑さのせいかな、何かなと色々考えてるんですけども、んはっきりちょっとわからないんですけどもですね。 ちょっとあるとするとですね、その先週からちょっとしんどく感じてですねこう、10キロの距離をね、ランで走ったらですね、相当しんどいんですね。なんかこう、精神的にもなんかこう、10キロがすごく重く感じられてですね、ほんで、なんとか10キロ走ったんですけども、だいぶしんどいなという感じがあったと。で今週ですね、今週の、まあ、金曜日から今日の水曜までなんですけども、今週のね、 えーだから、土曜日ですね、前の土曜日は5キロにしたんですね、5キロはまあまあ,あ、普通にある程度走れて、ですねで月曜日に10キロ走って、これもね、走れたんですけどもですね、なかなかその前はね、全然楽,楽勝ではないですけど、その10キロはこう心地よく走れてたのが、やっぱりちょっとこう精神的にしんどさを持って走るえ形になってるんですね。 ほんで、えー、道場稽古ね空手の道場稽古もですねその基本動作の動きね、えー、突きとか蹴りとかいろんな基本動作の動きまあまあそれなりの時間やるんですけどもそれが前は楽勝やったんが。 えー、なかなか体が重く感じてですねうわ体重いなと思ってこうなかなかこう気持ちで気合い入れようとしてるんですけども体が重いんでなかなかこう精神的に落ち着かないような感じがあってほいでこうちょっとまあまああのー、実践技法とかね、えー、いろんなことではまあまあだいぶこう集中してできるようになったんですけども基本動作の体が重さが今までないようなこう重さを感じてしまったと。 ということで何かなと思うとですね、先々週ですね、に距離でいうと14キロ走ったんですね。で、その前、先々週の前の週がですね、12キロ、13キロぐらいこう走ってですね、まあ、なんとか走れたな、これからどんどん体力を上げていこうと思ったんですけど、そのね、その12キロ、13キロと走った週の次の週に14キロ走ったんですけども、 この時にかなりこう体力を消耗した感じがあるんですね。そっからちょっとねこう体がこうしんどい感じがあってだからその疲れがなかなか抜けない状態なのかなぁとちょっと思ってます。それでですねその言ったらちょっと体をこう引きずるような気持ちでですね、えー、1 0キロをこう先週と今週とこう走ったということなんですね。 とこう疲労がが回復するのがこう遅くなってる、うん、だからこれが若い頃とちょっと違うのかなと、えー、その年齢がいってることをま全然自分で中で感じてなかったんですけどもちょっとその言うたらそのまあオーバーワーク的に14キロぐらい走った時の疲れが結局。 なかなか取れないのにそのまた10キロという距離を走ってるっていうのが結局体の疲れを完全にこう取れない状態にこうなってるのかなと自分の中でちょっと思ってますね。うん、でそうであるのであればですねその1回1週2週ぐらいをね、えー、5キロぐらいの距離でこう走る。 の刻んんだ方ががいいんでしょうけどもそこがね僕のこう、えー、いいところであるい悪いところであるんですけど頑張ってしまうというかやっぱり 10km 走ってなんぼやろうと思ってしまうで年末に盛山ハーフマラソンがこう開催されたらこう出ようと思ってるんですそれやったらこの1 0キロぐらいの距離こう軽く走れんと、えー、ハーフは2 1キロちょっとなんで。 それは全然あれやであかんでっていうようなこう気持ちが自分の中であるんですね。だからそのどんなしんどい状態であってもその気持ちでねえ負けたらあかんしそれぐらいの距離はこう走れる自分でないとあかんというふうにこう思ってしまうんですね。だからほんで走,っ走り切ったらそれなりのこうえ爽快感みたいなのはあるんですけどもただその自分の中でその感じ取れていないその疲れ。 うん、で疲れがこう完全に取れてないで月曜日走って火曜日のこの同場稽古の時のこう体の重たさとかね、えー、感じるとなかなかこう疲労が回復してないほんで前までこう走ってきて10キロとかね最高でも12キロ走るぐらいでこうやってた時はそれはなかったその疲れはなかったんですけどもその13キロ14キロっていう距離を走った時の後からがこうなってるんでね その辺がどうかなとそれかまた違う原因があるのかどうか、うん、で、えー、今日が水曜日なんで,で明日は木曜日とでこうしっかりとこう精神的なもんでいうとこうリフレッシュさせてですね、えー、こう精神的なものはこう回復させていきたいなというふうには思ってますで明日のまあ休みの予定としてはちょっと、えー、自分のね、えー、ラジオのこう放送の対談をこうしようと思って ってえー、一応約束してるんで一応っていうかまあしっかりとね約束してるんでその対談を取ってそこでねこう久々にその方と会うんでですねそれでこう自分の中で気持ちがこう新たになってほんでこう、まあ、精神的な疲れはこう取れてる状態にはしたいなというふうに思ってますただこう体力的なこう体の疲れっていうのはねこれは自分でまあまあぐっすり寝るしかないんですけども。 えー、その辺がどうなのかなというふうに感じています。うん、で睡眠不足というほど睡眠不足ではないただ、えー、しっかりこう走れた時はやっぱりこうぐっすりこうねかなり睡眠としてはまあ7時間は当たり前8時間。 多い時九時間とかね、えー、それぐらいの睡眠をとってたのがまあ六時間になってたりとかがあったんでその辺のもんも関係あるかもしれないですねその睡眠時間というものでこう疲れが取り切れてないのはあるかもしれないですね、うん、だからまあまああの来週ちょっとねどうなるかというかある程度ねこう回復させて こう万全の状態で走って、もう10キロぐらいね、軽くこう走れるようなこう自分になっておきたいのか、これは本音ですよね、こう。で、12キロぐらいね、走っても別にまあまあいけるぜ、みたいなね。で、13、14とこう伸びていって、これからこう体力増やしていこうと思った次の週から、だいぶ疲れがたまってたんで、まあなんとかしたいなと。 えー、年齢的なもので体力が落ちるということはこう自分の今の40代という年代ではなかなか、えー、考えにくいらしいんでね、えー、お医者さんに聞いたらそういうことを言っておられたまだ50代60まあ60代ぐらいになっていくとちょっと体力的にこうちょっと加工気味になるかもしれないですけどもまあまあ40代は全然大丈夫やし50代も全然こう伸びていくということなんであのー。 伸びていいくというかねその体の使い方というかその精神的なこう持っていき方というかその辺がこうえもっと老化になるというかそのある程度ねこう若い時よりはこう安定してこうできる整ってできるようになると思うんでえその辺をこう高めていってですねいい状態で体力をこう復活復活がその前みたいな。こう えこう有り余るようなねエネルギーの状態でこうやっていきたいなというふうにこう考えているというところですね、うん。だからちょっとショックまでいけないですけどえらいこう疲れて体がこう重たさを感じるで空手道場稽古でこう重たさを感じるのはこの2週間ですね。そその去年年年間でも今年の今までもも今今のまずっとその 体力その疲疲れれをを感感じじるるででことは全くなかったんですねどっちかというともっともっとこうその道場稽古の時間をもっとやってあと1時間プラス1時間ぐらいやりたいぐらいですね道場稽古は1時間半なんですけど2時間半3時間ぐらい正直僕の中でやりたいぐらいだったんですねそれがもう昨日なんかでも1時間半1時間半言ってもね 昨日やった1時間ぐらいですけどもちょっとこう終わったああ終わったなってちょっとホッとするようなこう自分がいたということでこれでわかんとその上、えー、を目指す人間としてね、えー、もっとこうしっかりとこう整えていきたいというふうに考えますということで今週はですね、えー、ちょっと体力落ちてきたなというようなこうぼやきでした。 ありがとうございます。